Experience starts here. ANA World Air Current. J-WAVE ANA World Air Current Podcasting. 今回は12月7日放送、俳優の満島真之介さんに伺った中国の秘境タクラマカン砂漠をはじめ思い出の旅のお話です。俳優業を始めたのは何ですか？9年ですね。21歳だったので、9年目です。9年目、はい、どうですか？楽しいですか？やっと楽しくなってきました。あ、本当、はい、どういうこと？まさかなると思ってなかったんですよ。きっかけはなんか、もともとは助監督やってたんですよ、裏方。そのシオン監督っていう監督がいて、はい、その監督の助監督をやってて、僕作る側の人だったんですよ、うん、で役者さんたちをこう、アテンドしたりとか、全部現場をエキストラ回したりとか、はいはい、オーディション立ち会ったりとか、全部いろいろやってたんですよ、はい、そうするとこう裏から全部見てたもんなんで、うん、というかもともとあんまり出る気がなかったんですよ。でも映画の業界とか映画の、そうです、そうです。別にお姉様もだもんね。そう、姉ちゃんがずっと小さい頃からやってて、うん、歌やったりとかいろいろやってた時に、はいはい、もう小さい頃から離れ離れで生活をしなきゃいけなくなってて、なるほど。だからそんなにこう、なんていうんですか、この業界に対して離れ離れにしやがってみたいな、うん、なるほど。なんかそういう気持ちから入ってたもんで。で、東京出てきたのはいつなんですか？東京出てきたのは18歳。18歳、高校卒業して出てきて、で両親が体育の先生なんですよ。だから沖縄で、はい、うん、体育会系で育ったもんで、だからもう体育大学に行くとしか思ってなくて、うん、体育大学に行って体育の先生になるとずっと思ってたんですけど、うん、体育大学にオープンキャンパスで行ったんですよ。そしたら高校3年生の時に、うん、誰よりも体育大学生っぽかったんですよ、うん、だろうね、自分が。で大学生にうわ体育大学生っぽいって体育大学生に言われたんですよ。その瞬間にシャッターが降りちゃったんですよ。あ、もうここでいいと、これ以上逆にないのかも、やることないなここでと思って、そこからですよ、人生が大きく変わり始めたの。それでその後すぐに見た映画が、ハザードっていう小田切丈さん主演の、そのシオン監督の撮ったもので、ニューヨークでほとんど撮ってる作品なんですけど、こうなんか日本が嫌になって、平和な日本大嫌いみたいな、危険なところを求めるって言ってニューヨークに飛び立つんですけど、感化されちゃって、それでそこからその監督にホームページから連絡して、うん、ちょっとなんか雑用でもいいからさせてくれって言って、うん、そこで飛んだんですよ。でもさ、普通そこ発想はさ、ああ小田切丈を見た俺だって演じようと思うじゃん。そこがなかったことが今良かったなと思ってます。なるほどね、はい、表に出る気がやっぱりあると、やっぱその意識でいつも生きていかなきゃいけないんで、他のことを見なくなっちゃうと思ってて、うん、でそこから僕は東京に出てきて、まあ映画の助監督って言ってもずっとね、現場があるわけじゃないですから、その時に学童の先生をずっとやってて、おお、そうなんですよ。それであの住んだところの近くにあった学童保育を見つけて、で子供たちのことはすごい好きだった、先生にもなりたかったし、うん、なんかやっぱりやりたかったんですよ、うん、そしたらこう散歩してたら、遊んでくれる人募集って書いてあったんですよ、うん、子供たちと、うん、それもうスッと引き込まれたように入ってって、でそしたらちょうど自閉症の子とかダウン症の子たちが通ってる放課後のこう学童保育って、うん、で土日は1日いろんなとこ一緒に行くっていう、うん、そこから大きく人生が動き出して、なるほどね、でその子たちとずっと遊んだりとか、いろんなことをこう親たちとも話したりしてる間に、全国また見に行きたくなっちゃって、そこから自転車日本一周旅に出るんですよ。そう、もうだからあの多分ああいう子供たちが僕の中では本当にスターで、彼らがこう脳みそで何かを考えてというよりも衝動にこう嘘をつかないし、もうやりたいところにパッと走っていく姿を見てた時に、あ、何を自分はまだ何もやってないのに考えすぎてんだとって思ったら、ちょっと自転車で行ってきますって言って、みんながこう行ってらっしゃいって言って見送られて、旅に7ヶ月間出て、7ヶ月ずっとチャリンコ、ずっとチャリンコです、日本回ってました。あ、でもそれが素晴らしい体験だったでしょ。 でも出会いもあるしさ、ありました。だしやっぱ日本が小さいと言ってますけど、島国で広いですよ。走ったら分かる、広い。そりゃそうだよな。そう、そこからやっぱ日本を全部見て、やっぱ自然に囲まれた本当にこう原色の国だなと思って、だからなんか日本を知った上で、うん、わ、これから世界に出たいなって思い始めた時に、
この表に出ることを決め始めたんですよ。体で何か表現をしたいなと思って。面白いですね。これはなかなか、この番組20年やってるんですけど、僕20年やってんだけど、はい、多分初めてじゃない。タクラマカン砂漠はい、はい、来ました。いらっしゃいませ。おお、タクラマカン砂漠行きました。あんまりこう聞いたことない砂漠だと思うんですけど、ね、そうだね。としてはこれはあの中国のですね、新疆ウイグル地区という、はい、ところにありまして、はい、でそのタクラマカン砂漠というところに2016年に NHK のドキュメンタリーで、うん、こう謎の民に会いに行こうというシリーズができまして、はい、でそこで、まあ、そのディレクターの方たちも、うん、どんな過酷なところに行っても楽しく文句を言わずにやってくれるのは誰かというところで白羽の矢が立ちましてですね水島ぐらいじゃねえとこんなとこ連れていけないぞと。なるほど。それであのまあ、死の海って言われてるんです。近い、ね、そのでも入ったら絶対に出てこれないっていう砂漠なんですよ。だからサハラ砂漠とかいろいろこう砂漠の名前皆さん聞くと思いますけど、はい、ちょっと違うんですよ、はい、ね、砂のやっぱ荒さというか軽いので、うんうん、10秒目を閉じてると、なるほど、目開けると別の場所にいるんですよ。一歩も動いてない。そしてその中で一番僕が初めての体験をしたのが無音です。音のない世界。もうね、絶対にこの僕らが生まれ育ってる場所もそうだし、必ず音があるじゃないですか。沖縄でも波の音があったり、こうサトウキビがザワワしてたり、何でも音がこういつも電子機器にはこう冷蔵庫のうーんっていう音が流れてたりするんですけど、無音っていうのはちょっと衝撃的すぎて、すっごい安心感くるんですよ最初。うわすごい、この宇宙の無重力にいるような空間からガクンと恐怖になるんですよ一瞬で。はぁっていうこの感覚を、しかもそのタクラマカン砂漠で、砂漠のど真ん中でやっちゃったもんですから、ちょっといろんなものを虜になっちゃってですね、旅のこんなところがあるのかと思って。そう、あの僕は同じ感覚、例えばダイビングする時な、エントリーする時、もちろん呼吸の音もあるしあれだけど、スーッと入っていくと、まあ20メートル超えたぐらいから、そうです、なんとも言えない幸福感とともに、やっぱりすごい、だって自分たちの場所じゃないじゃん、もう宇宙みたいになるわけじゃん、あとね、音楽家だからスタジオで無音室なんで、それはよく体験するんですよ。逆に言うと無教室、無音室、いろいろあるわけ、でそれでそれこそシンとした世界をさ体験する、本当にしたって怖いんだよね、不安、不安がね、不安が。でもそれを乗り越えた次のなんか集中力がものすごい楽しいでしょ、うん、これがあるから見える世界が全く違いました。違う、ね、そこから、ね、音に対しての感覚とか、ね、目に見えるこの風が見えるようになるっていうんですか、ね、なんか集中力が増すから、ね、うん、僕らみたいに毎日のようにコンサートしてると、うん、お客さんの前でって言って拍手が来るだけでなんかちょっとざわついたりさ、集中力が減ったり、イランのこと考えてもっとさ、いつも自分で家でできることができないじゃん、役者だってそうだと思うよ。その時にね、その無音とかあの感覚を取り戻せる時もあるんだよね。ステージの上でわざと自分でクッて何も見ない、音のことだけ考えるとかさ。でもあの感覚を感じてるからそこに行けるんですよね。そう、知ってるから。そうなんですよ、あれを知らないのと知ってるのでは、うん、まるっきり違います。絶対そうだよね、はい、で他の国に行った時も聞こえてくる音が全然違ってくるとか、なんかね、やっぱ耳とか音に対しての意識がすごく変わりました。面白いですね。なんかすごい面白かった。やっぱり風ってぶつかるものがあるから音が鳴るんだなと思って。そうだよね、木は立ってるんですけど、木に葉っぱがないもんで、うん、何にも音が鳴らないんですよ、揺れてるんですけど、うん、なんかあれ、そういう無声映画見てるのかなっていう感覚になって、かっこいい、ね、今回こう旅のどこが一番こう思い出に残ってるかとか刺激的だったかっていうのを思い出した時に、やっぱりそれがポーンって浮かんできたんですよね、うん、夜の空とかすごかったですか、そのタクラマさんとそのウイグルの、あのもう言葉にならないすごくて、なんだか夜の方が逆に
あ、静かだから、うん、いいんですよ、うん、明るくなってるのに夜が続いてる感じというか、はいはいはい、あれ明るくなったら音が鳴り始めてみんな生活し始めてっていうのが当たり前だったんですけど、なんかそこら辺は不思議な感覚でした。ずっと晴れてた夜のその星たちを晴れてました。であと去年美人谷っていうまたチベットに行ってですね、はいはい、その時にその人たちが住んでる場所が3000メートルちょっとのところで、で下に谷があってですね、そこにも人たちがいるんですよ、うん、でそこの夜がすごくて空は満天の星なんですよ、うん、もうびっくりするぐらい綺麗 で明るいよなもはや、ね、明るいです、ね、で下見るじゃないですか、うん、谷なんで下からも満天の電気があるんですよ。もう下にも星空上にも星空って感覚でした。あ、下に生活してる人たちがいるとこんな景色なんだと思って、さ飛行機の上からさたまにそれこそロシアのさあのようなシベリアバー行ってる時にポツンって集落がそこがガーッあるじゃん。あれもね、あれその他全部真っ赤でさ、こいつらどうやって生きてんだろうってありますよね。どうやってんだろうなってあるもんね、うん、パンパンパンってね。いやだから地球にやっぱこういうところがねころがまだまだあるからね、あるんだっていう、それをでも若い時に知ってなんとなく感覚として植え付けてるっていうのはものすごいでかいね。いやすごく大きいです。やっぱなんかそれがなければここまで続いてないですね。やっぱこう自分でまたなんか違う形で海外というか世界を、うんうん、むやみやたらに世界一周とかしてた気がします、うん、だけど今はやっぱりこうそうなんですよ、ね、心に持ったからね。そう、そうね、今まではこうむやみにでどうこうっていう自分のなんか納得だけを得るっていうのはあったんですけど、今はピンポイントにこう行くじゃないですか、はい、世界の中、はい、しかもこうあんまりこう日本の方々とか世界の人があんまり来ないような場所に行けるっていうのも何かやっぱちゃんとまあ運命というか何かにねこう呼ばれてる気がするんですよね、その場所に、はい、そうじゃないといけない気がしてて、あと圧倒的にその体力と精神力があるやつじゃないとそういう旅はできないから。そうなんですよねいや食事もそうですよ。本当だってウイグル地区行った時なんて、うん、ずっと羊です、うん、いいな。で好きなんですよ、うん、でも日本人とかの、うん、まあ、このウイグル地区で住んでない人たちにはその羊の消化酵素みたいな出るのが限りがあるらしいんですよ、うんうん、これを超えるともうおかしくなっちゃうらしくて地元の人より食べてますもう沖縄だってヤギから食ってたから全然大丈夫だよ、全然平気なんだよね。だからやっぱりねそういうなんか命のつながりもそうだし、まあ本当博士さんも釣りが好きっていうのも、うん、そこに行ったんだなと思います。なんか旅をして、うん、こう行き着くのは釣りだって、あのね、もう海光さんが言ってたんですよ。そう海光大将言う通りなんだよね、うん、いや間抜けな、だって肌から見てたら何にもしない間抜けな絵ですよ、男がさ、竿を持ってさ、うん、あんたでっかい海に向かって糸一本垂れてて何してんのって話でさ、うんうん、もうちょっと考えろって言うけど、いやでも糸一本ってところが意味があって、はい、で下300メートルまで落とすわけですよ。でそこで何が起こってるのか想像もつかないじゃん。それを頭の中でずっとやってるのが釣りなわけ、うん、ものすごく忙しいのよ。そうですよ、釣りをしてる時って頭の中がだからリフレッシュできるの、うん、失敗ばっかりなんですけど、うん、その成功、釣りは釣れたから釣りじゃなくて釣るまでが釣りなので、そうなんかそこに行き着くんだなと思いました。なんかやっぱりこう20代の旅とか行きたくて衝動がこう起きるっていうのは、やっぱ自分のなんか足りない部分をこう埋めたいとか、見たことない世界を見たいっていう、そうでどんどん見に行った時に、うん、もうちょっと先に行くとやっぱ釣りになってくんだなっていうのはまあそれももうちょっと年取ってからいいよ。もう少し先でいいと思うんですけどね、うん、今年はマチュピチュにも行きまして、おうマチュピチュで30歳を迎えたんですよ。おいやこれも結構ね僕の中では大きな10年の始まりだなと思って、そうだ、ね、ちょうど20歳の誕生日を日本一周してる時だったんですよ、うん、自転車で和歌山県の比企っていう、うん、海岸で迎えたんですよ、うん、しかもタイがいいですよそこ。あ、そうなんですかそうなんですねそこの公衆トイレに寝てて20歳を迎えたんですもう海風をしのぐ雨も降ってたんで、あの辺雨多いんで、うん、あの20歳の公衆トイレに寝てたあの時から10年経って
今マチュピチュで30歳を迎えた、30歳もまたどこで迎えるんだろうって楽しみにしてたんですけど、それもこう本当に呼ばれたかのように NHK のまた番組で行ったんですけど、いや人生わからんなと思いました。本当にわからんですよね、こんなことあるんだっていうぐらい。だってマチュピチュって日系の、それこそあの麓のホテル日系人だよね。そうですそうです、あれだから日本人がマチュピチュ村の一番最初の村長で、そうでしょ、だからあれ温泉街に来たって思ったんですよ。そういうの作ったんだもんね、うん、あそこに、そこからだよね、あそこが観光が始まったの。すごかった、びっくりしました。2時間サスペンスの撮影してるような本当に作りなんですよ。なんだろうこれと思って、初めて来たのになんでこんな見たことあるような空気感なんだろうと思ったら、うん、どうなん、日本人が村長で、そうなん、そのこう丘を上がってった先に温泉があって入りましたけど、もうそこもやっぱり地元の人たちのね体を洗う場所になったりとかしてて、いやでもいい30代だよね。いやいいスタートしました。スタートしかいいよね、はい、楽しそう。いやまさかですよ本当に。でもまさかと思いながらも心の中で、あこの10年また次はどこに旅立ってくんだろうっていうワクワクの方が強いです。いいですね。いやだからね、日本にはもちろんいるし東京に住んではいるんですけど、なんか世界中最近どこ行っても海外に来たっていう感覚がなくなってきたんですよ。それはすごいことだなと思って、ステージ上がったね。いや旅のだからこう自分の感覚とかも全然変わってくるんですよね。変わってくるね。だから今回僕チベット行った時に10日間ぐらいいたんですけど、一切電波なしで過ごしたんですよ。いいです。いやいいなと思って。一番の贅沢だろう。最高の贅沢でした。もう最高でしたよ。最高の贅沢だよね。いやこの今このご時世で、Wi-Fi なし、 Wi-Fi なし、いらないし、なしだし、もうだから部屋で無音でスーッと座ってる自分がいるんですよ。いいですね。やっぱせかせかするじゃないですか、東京にいたりすると。でなんかやんなきゃこうだ、あれもあった、こうだこうだとか、もう外の中国人たちがこう、ワーキャー喋ってたりとか、わーってこうバイクが通っていく音のみ、普通のことなんだけどな。そう、超贅沢でした。それが一番贅沢だもんね。すごくなんかいろんなことが見えてきましたよ、いろんなイメージが湧いたし、わなんか新しい旅の時間に入ってきたなっていう感じはしたんですよ。最高じゃん、狙ってるところは今ね、スペインを狙っていてですね、去年はケニアとまたチベット行ってたんで、で今年マチュピチュ行って、チベットも行ってってなってるので、ヨーロッパ方面っていうのは、まあ結構行ってはいたんですけど、最近行ってなくて、でスペインとかそのイタリアとかちょっとラテンの強めのところに僕の血がイタリアの血が入ってるんですよ。あ、そうなんだ、はい、イタリア直、イタリアアメリカ、イタリアアメリカ、イタリアアメリカ、なので今までは避けてたんです、行くの帰ってこなくなると思ったんですよ。行ってそのまま誰にも連絡せずに居座っちゃうなと思ったんで行かなかったんですけど、ちょっと30代入って一回ちょっとスペインとかあの辺に一度足を踏み入れたいなっていう感じが今あって、だからといってどこに行きたいとかないんですよ。もうあの辺のなんか任しとけ、血に触れたい、任しとけ、イタリアスペインは任しとけ。マジですか。よっしゃよっしゃ、一緒に行こうぜ。あ、行きたい。知るほどいいぞ。マジですか。僕はとにかく赤瀬さんと行けたら楽しそうだな。とりあえず今例えば3日オフあったらローマ行くかな、2日オフあったらフィレンツェ行くかな、うわ1週間あったらシシリ行くかな、おで週末だけでもバルセロナよく行くし、とにかく、そうですか。いやあのね、空いてる時間でそのビーチリゾート以外だったらとにかく一人ででも、娘とでも家族全員とでも友達とでも、いやまずイタリアに行く。うわいいな。なんか、それはもちろんチベットで人生の中いろいろ知るとかあるよ、もちろんそれは根源的な人間って点点点とかあるけど、なんかその映画でさ、その生かせるさ、その恋とかさ、男とか、なんかそんな話は、いやもうイタリアだよ。ですよね。いやもうね血が騒いじゃってるんですよね。え、おじいちゃん、
おじいちゃんです。でしかもそれが最近分かったんですよ、ちゃんと国の、うん、国とかその地筋みたいな、イタリアの、アイルランドも入って、ああじゃあ北の方、そうですそうです、なるほど、いいじゃん。でもトスカナ、そうトスカナとかいいぞ。そうだからなんかまた新たな眠ってた自分の体からの火がこうわーって燃え上がる気がするんですよ、行くと。いやそれまでの準備だったなって感じもするんですよ。あいいです。まあもちろん飯うまいで、とにかくおしゃれが楽しい、うん、で音楽がいい、文化がいい、人のもう遊び方がいい、生活の仕方がいい、うん、だからイタリア行くとなんかこう最高だよ。ただ遊んじゃうけどな本当にスペイン、イタリアはね、これからでもこの次のステージだと思う。絶対芝居が変わってくる、うん、だと思うんです。なんかその時を待ってるんですよ、ずっと。多分自分で もちろんこう行こうと思って航空券取れば行けますよ、うんうんね、でもこれは俺は旅じゃないと思ってて、その通りだね、このねタイミングとか、その通りですね、この人ととか、うん、今って時がね、うん、あるんですよね。あるある、絶対ある。ほんとそのやばい、この、うん、やばいって言っちゃったけどもうそういう出会いになった気がします今日、ね、楽しいです。うわー行きたいな。考えましょう。よろしくお願いしますさあ最後にこれはもう必ず伺ってるんですが、はい、新之助さんにとっての旅一体何ですか。まあよくいいと思いますが、旅イコール人生ですね。その通りです。はい、うん、いいじゃない。その人生をもう全うするしかないから、ね、そうなんです。もう受け入れました最初はやっぱりね他もあんじゃねえみたいな、あるんじゃねえとかっていろいろ思ってたんですけど、この受け入れるっていうことが旅にも一番必要なことなんだなとは思ったんです。この町に行ってうわこの料理食べれるかなとかっていう、いや待てと、これを自分の体が拒否してるのは何かって考えた時に、あそうか、自分がこの町にまだ来ていい状態じゃなかったんだなって思うんですよ。でもこれを受け入れた時に美味しく感じるし、周りと共有できるようになるし、なんかね全てがこう詰まってるんですよね。だから旅は本当に、あとはもう本当海光さんの言葉でですね、うん、若い時に旅をせずして老いての日に何を語るかっていう言葉があって、もうそれだけ家に飾ってますだからもう僕は旅に生きていきますよなのでご一緒させてください。行きましょう。はい、ANA World Air Current